上肩と二の腕が気になる方はやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででーん、バランスボールを使ってお腹と二の腕が引き締まるエクササイズを紹介します。床でやるよりもバランスボールを使って行うことでよりたくさん筋肉が使われます。バランスの取りにくい状態で行うと体幹がしっかり鍛えられますので、姿勢の悪い人とかエクササイズをやっても効果が出にくい方とか、そういった方は体幹がしっかり安定せずに筋肉が鍛えられてない可能性があります。そういった方にはね、バランスボールがおすすめです。では説明します。ボールの上に仰向けで寝ます。ボールの真ん中に腰を合わせる感じで寝転がってください。手はボールの後ろにつきます。バランスが悪い方は広めに手をついてもらうと結構です。足を上に上げます。そしたら背中を丸めてボールを下に押さえる感じで腹筋を締め付けていきます。このようにボールを下に押さえる感じでお腹をキュッキュと締めます。足が下がらないようにできるだけ高い位置でお腹を締めてください。しっかりボールを押さえるたびに背中を丸める感じでお腹をグッと締めてください。今みたいにですね、足をできるだけ高く上げて背中をしっかり丸めて手を後ろにしっかりついてバランスを取ります。この状態でボールをしっかり下にグッグッと押さえることで体がグッグッとね、縮まりますのでお腹がしっかり収縮できます。ボールの上でバランスが取れると比較的簡単にできますので、床でやるときについつい力みすぎてしまうとか息が止まってしまうとか、そういった方には今回のね、バランスボール、お腹以外は割とリラックスしてますんで、しっかりお腹にね、効く感じが感じ取れると思います。回数なんですけども、1回ずつがですね、1,2,3 と短いですから、できるだけ時間でですね、やった方がいいです。30秒とか1分とか決めてですね、ストップウォッチが鳴るまでやり続けると、そういった感じがおすすめです。ということで、今回はお腹と二の腕に効くバランスボール腹筋エクササイズでした。頑張った方や勉強になった方は、よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。コメントもどしどしお待ちしておりますので、気軽に投稿ください。今日もご視聴ありがとうございました。